アンクラジャパンの原点はアメリカの航空機産業にあります。アンクラの創設者はポール・ブレニア、ポーランド出身のアメリカ人です。航空機の座席と床の固定具の開発を原点とし、空輸における貨物の固定器具ラッシングベルトの開発へと展開していきました。社名であるアンクラの由来は、がっちり固定するものを象徴するアンカー、すなわち錨です。品質が優れていれば無名でも積極的に取り入れる、そんなアメリカ独自の文化では、ポールの優れた固定技術はすぐに注目を浴び、瞬く間に大きな飛躍を遂げました。アメリカでの実績を基盤にヨーロッパ、オセアニアへと進出し、日本に着目したポールは来日し、中村泰造と出会います。そして1987年、アンクラジャパンは誕生しました。ポールの思想、すなわちアンクラポリシーは中村泰造により引き継がれました。現在では日本の物流における固定を追求するパイオニア企業として揺るぎない地位を築いています。2004年からは世界の統一ブランドオールセーフを立ち上げ、世界ブランドとして信頼をさらに高めています。大空で培われた固定技術はやがて陸路への物流へと展開し、発展し続け、現在のアンクラジャパンの姿があります。運送にまつわる環境や条件は様々です。安全を約束するための固定技術を追求する、それがアンクラジャパンの一貫したポリシーなのです。私たちはあらゆる輸送環境において安全を提供するべく、お客様のニーズにいち早く着目し、常に先進的な固定技術を開発してきました。固定技術を陸海空のあらゆる輸送環境に適用させた先進的なラッシングベルトをはじめとし、さらなるニーズに即応するため効率的な低温輸送を可能とするクールマスターの開発など、安全で確実に貨物を輸送することを日々追求しています。固定技術を空の現場へと発展させた航空安全事業、空輸において信頼を得た技術は弊社のあらゆる生産現場に生かされています。その実績が認められ、2010年には航空宇宙産業における品質マネジメント規格である JISQ9100 を認証取得しました。 JISQ9100 はヨーロッパの EN9100、 アメリカの AS9100 と同等の認証として評価されています。輸送現場で培った技術を生かし、公共機関や福祉の現場にも安全を提供しています。人々の生活に根付いた安心と快適性を追求した製品開発を行っています。オールセーフグループのセーフロックでは、お客様からの貴重なご意見は次のものづくりへの出発点です。マーケティング活動におけるさまざまな接点を通じて、現場の生の声にしっかり耳を傾け、開発チームへフィードバックする体制をとっています。お客様のニーズを製品化するために、高水準のテクノロジーと一歩先を行く発想力を兼ね備え、迅速に具体化していくことに重点を置いています。実用性、機能性、耐久性、安全性、作業効率などの検討を重ね、さまざまな実験を繰り返した上で、熟練したエンジニアが
企画から生産までの総合的な製品開発を行います。私たちの製品が高い信頼を得ているのは東北工場の製造部門の充実によります。海外にあるオールセーフグループとのネットワークを生かし、ノウハウを共有しています。また福祉関係において東北大学工学部と産学連携を進めるなど、積極的に知識と技術の交流を行っています。多角的な視点を取り入れることで、オールセーフの信頼性はより高まると考えます。弊社は2004年に ISO9001 を、2006年には ISO14001 を、さらに2010年には航空機用座席固定具に関し、宮城県で第1号の JISQ9100 を認証取得しました。 JISQ9100 の認証メーカーとして、アンクラジャパンは全ての製品に対してより厳しい品質管理を行い、これまで以上の品質およびサービスを提供してまいります。私たちアンクラジャパンは世界中の輸送の舞台で絶大な信頼を獲得してきました。目まぐるしく変わる輸送現場のニーズにいち早く応え、信頼のおける製品作りを使命として、送り出す人から求める人へ、より便利により安全な輸送のために、これからもアンクラジャパンの挑戦は続きます。